はい、トラポンです。今回の動画はですね、今週日曜日に行われます、中山第11レース G1、皐月賞のメンバー考察ということで動画の方を作っていきたいと思います。はい、まずはね、皐月賞の金5年の成績なんですけども、金、まあ、5年で、ね、パッと見たときにですね、やっぱりディープインパクト3区の,あの馬券圏内に来てるのが目立つかなと。 2年前以外はね、すべて馬券圏内に1頭以上絡んでいるということで、あとは2年前だけがね、あの馬場状態がやや重で、タイムがね、2分かかってるんですよね、2分以上、2分00秒8。それ以外はですね、去年も1分58秒1、3年前1分57秒8、4年前1分57秒9。 で5年前も1分58秒2とね、ほとんど1分58秒前後にタイムが収まっていると。で、今年の馬場状態なんですけども、ちょっと57秒台まで突入するのはちょっと厳しいんじゃないのかなと。58秒台前半もですね、まあ、ペースが流れれば可能性はあるんですけども、まあ、両馬場で行われても1分58秒後半。 入るか入らないかぐらいじゃないのかなと私は見ているんですけどもねまあ実際当日になってみたらねまあ馬場造園化がね頑張ってあのすごい時計が出やすい馬場になってる可能性ももちろんあるんですけども先週までのね感情を見てみると57秒台はさすがにちょっと無理かなというふうに思いますはいですのでね まあ両馬場で行われる皐月賞の中では最近の中ではタイムが一番出にくいという可能性はありますのでねあのー、その辺はちょっと過去の両馬場のタイムとはちょっと違う可能性があるということですよねあとはまあ前哨戦っていうかね前走どの距離を使っていたかというと結構ね弥生将組はそこまでまあ,あの成績はそこまで良くないと むしろね、やっぱ共同通信杯、近年ね、注目される共同通信杯とか、スプリングステークスとか、1800メートルとかね、アーリントンカップの1600メートルとか、意外に短い距離のから来たね、馬たちも頑張ってるかなと、過去5年のね、あの、 成績を見るとそんな感じがいたしておりますけども、まあ、特にね、この前哨戦じゃなきゃだめだとかいうことも特にね、あのないかなということで、純粋にね、その馬のパフォーマンス、中山の2000メートルのパフォーマンスがどれぐらい発揮できるのかというところをね、純粋に見極めた方が私はいいのかなというふうに思います。はい、まあ一番人気もね、まあ、そこまで信頼性がある感じでもないと、5年間で見ても一番人気が馬券圏内に来たのは、 まあ去年と4年前だけでそれ以外はね一番人気絡んでませんし過去5年で見てもね去年のサートルナリア以外は一番人気勝ってませんのでまあ結構ね波乱含みなのかなというふうに思いますはいで例のごとくね一頭一頭一番人気予想される馬の方からあのメンバー考察の方をしていきたいと思いますはいまずは一番人気が予想されているのがコントレイルと いうことでね、まあコントレールのね、まあやっぱり一番圧巻だったパフォーマンスは全然そのトースポハイ2サイス X ですよね。もう毎日王冠よりも内容の濃かった、まあ、ラップバランス、そして走破タイムのバランスですよね。1分44秒5なんですけども、まあ毎日王冠よりもね、さらにまあ後,後半のラップがね、素晴らしいということで、まあ、この、ね、トースポハイが本当に強かったということでね、 まあこの東京のパフォーマンスが次の、ね、ホープフルステークスの中山でどんなパフォーマンスを見せてくれるのかどれぐらい削られてしまうのかということでね結構まあ不安な部分もあったんですけども、まあ、終わってみればね完勝、まあ、だったホープフルステークスなんですけどもでもやっぱりねパフォーマンス的にはねやっぱ圧倒的にトースポハイの方がすごかったかなとホープフルステークスもねもちろん勝ったわけなんでそんなにケチをつけることでもないんですけども。 まあ普通にねあの、ホープフルーステークスは先行してですね、まあ、危なげなく勝ったかなということでは、もちろん強いことは強いんですけども、ただ見た目のパフォーマンスは圧倒的にトースポハイ2サイステークスだったかなというふうな気がしております。で、今回ね、そのままホープフルーステークスがぶつけてね、まあ、去年のサートルナーリアと同じローテーションなんですけども、ただ去年の、ね、サートルナーリアは間違いなくそのコーナー4回の2000メートルのね、あの右回り。 というのが非常に、まあ、相性のいいあの馬だったのに対してね、コントレールはもうトースポハイ2サイステークス、要するに東京戦8のワンターンの方が、ね、圧倒的なパフォーマンスを見せる馬だということが分かっていますので、やっぱり去年のサートルナリアとはちょっと違うのかなというふうに思いますね。ですので、今回は当然ホープフルーステークスよりもさらに強いメンバー。 まだ戦ってない馬たちがいっぱい出てきますので、うん、正直ホープルーフステークスだけのパフォーマンスだと私はあのー、コントレール盤石じゃないんじゃないかなというふうに思いますねやっぱもう,すもう一パフォーマンスねホープルーフステークスより上げていかないと今回はさすがに勝つのは厳しいんじゃないのかなというふうに思っておりますはい で続きまして2番人気予想が里のフラッグということで、まあ里のフラッグね、デビュー戦だけはまあ負けてしまったと、まあ桃馬場の新馬戦、東京2000メートルね、6着で敗れてしまって、まあ大物のね、デビュー戦で負けてしまって、あれあれと思ったんですけども、2戦目のね、東京の2000メートル未勝利先行、その時は両馬場だったんですけども、まあ見事レコードタイムで未勝利を脱出、そして2戦目の中山2000メートル1勝クラスのね、 中山 2000m でもまあ危なげなく勝って、で、まあ、連勝で迎えた前走の、ね、ディープインパクト記念ですよね、弥生賞。竹、まあ、豊ジョッキーが乗って、まさにね、ディープインパクトのような機場で、3、4コーナーからまくり気味に上がっていって、まあ、そのまま四角先頭で押し切るという強い内容でしたね。本当にね、デビュー戦こそ負けましたけども、それ以降のね、2戦目、3戦目、4戦目というのは、もう圧巻のパフォーマンスでね、 全てあまり投げなく勝ってますのでまだまだ伸びしろはあるかなというふうに思いますね当然レコード決着も2戦目で対応していますのでスピード決着になることは全く問題ないしレコード決着になっても全く問題ないしですねで前奏のように馬場が渋った重馬場でもねしっかりと素晴らしい末足を繰り出していますので特にねあの両馬場じゃなきゃダメだ重馬場で恩恵があったとかいうこともないですので もうどんな状態でも私は力を発揮できるような感じで成長してきたかなというふうに思いますね。はい、で、まだコントレールとかとね、やってませんけども、私はこの参戦のパフォーマンスを見る限り、十分にコントレール、中山2000メートルという舞台でやるならばですね、好勝負というか、私は里のフラッグの方が若干ですね、あのコントレールよりも強い可能性は、中山2000メートルで考えた場合はあるんじゃないのかなと。 いう,ふうに思っております非常に有力な一刀だと思います、佐トのフラッグ、はいで。続きまして3番人気予想がサリオスということで、まあ、このサリオスがね、アサイハイフューチュリティーステークスを買った馬ということでね、3、はい、戦3勝なんですけども、まあ、ただね、この馬はまだ 1600m しか経験していないと。 いうことなのので今回初めて 2000m しかも浅いハイフューチュリティステークスはねかなり前傾ラップ気味のラップでですねどちらかというと、戦独でもね貯めて貯めて切れ味を要求されるレースとかいうよりもある程度先行してそのまま力でねじ伏せるようなね競馬でして上がりもそこまで早い上がりを要求されるレースではなかったということで、まあ、サリオスからとすればねスローペースの2 0 0 0からそういう、まあ、ハイペースにもね対応できて、まあ、すごかったんですけども。 そのハイペースの1600メートルをやった後のこの2000メートルが果たしてどうなのかなということなんですよね。おそらくそこまで前傾ラップには中山の2000メートルの皐月賞なりませんので、まあ長期休み明けでその1600メートルの前傾ラップをやった後の中山2000というローテーションは果たして有利なのかどうなのかということなんですけども、私はですね、あまり、うん、このローテーションは このレアサイハイフューチュリティステークスのレース内容のレースから皐月賞というのはあまり良くないんじゃないかなと引っかかってしまう可能性が私はあるんじゃないのかなというふうに思いますね別にその2000メートルが距離が長くて持たないということはないんですけどもただアサイハイフューチュリティステークスのレースの質からですね皐月賞へのローテーションは決してですね有利なローテーションではないかなとやはり1回ね 1800メートルぐらいのレースを挟んでから2000メートルに行った方がですね、スムーズに2000メートルにあの競馬にしやすかったんじゃないのかなというふうな感じがいたしております。もちろんね、サリオス自身は間隔を空けて、今までこうやって、新馬戦も6月、その次10月ということでね、間隔を空けて使ってるローテーションがいいと思いますので、その間隔を空けてることは別に問題はないと思うんですけども、 やっぱり浅いハイフューチュリティステークスのレースの質から一気に中山2000メートルのレースのあれ流れになるのがちょっと私は引っかかってしまうんじゃないのかなと案外ガスケツでねどこにもいないという可能性もね十分あるんじゃないのかなということで私はなかなかサリオスからは入りにくいかなとローテーション的にねこれが1600メートルのレースとかならば私は全く問題ないんですけどもやっぱり2000メートルのレースにねなってしまうことが若干私は不安だと いいう,うに思います、まあ、当然しかも人気なんでねやっぱリスクが高いですねサリウスから入るのははい続きましてベルド・ライゼンデと4番人気予想ですねこの辺からちょっとオッズがね多分3番人気から離れていくと思うんですけどもうんただベルド・ライゼンデはね正直全走を勝ちたかったかなという感じですよねまあデビュー2 0 0、ね、0年両馬場じゃなくオモババややオモで まあ競馬して 1800m で勝ってきた初めての両馬場が G1 のホープフルステークス、まあ、そこでまあなんとかね2着を確保したんですけど、まあ、この日はねステイゴールド系が非常に相性のいい日でしたので、まあ、かなり馬場に恵まれた部分があると思うんですよねホープフルステークスの日はで得意の 1800m だったんですけどスプリングステークスガラークリークにまあ外から一気に来られて、まあ、2着をシスするのがやっとだったということでうーん やっぱり2000メートルでね、パフォーマンスを上げる可能性があるのかって言われたときに私はちょっと少しハテナなのかなということですよね。まあ、ホープフーステークスの日よりも恵まれるということはおそらく私はないと思いますので、ロバンですね。うん、やっぱタイムが早くなったときにこの馬は対応できるのかなという一筋の不安があるかなということですので、今回は多分今までの4走の まあ5層目になりますけども一番ね持ち時計が両側で行われれば要求される可能性が高いですのでそれに対応できるかどうかというちょっと不安な点がね私は高いかなというふうに思いますはい続きましてクリスタルブラックということではいこちらも2 0 2章ですね デビュー戦はねもうほんと最後の直線だけでも競馬だけだったんですけども前走もねまあ見事にまあ牝馬のねスカイグルーブという非常に強い牝馬を最後外から差し込むというあのねレースだったんですけども、まあ、前走はねかなり外出し傾向でねこの馬に展開はかなりハマったかなと自分の実力で勝ったというよりもかなり路盤とね展開にハマった感は強いということなので。 なかなか自力でね、この他の今回のメンバーたちをねじ伏せるほど力は私はないと思います。やっぱりね、今回もある程度ハイペースでレースが流れてですね、まあ、後ろの馬に有利になるようなレース展開になってくれないと、やっぱり厳しいと思いますね。自分でまくって自分でねじ伏せるほど能力は私はないと思いますので、かなり やっぱロバンと展開が恵まれないと上位争いは厳しいのではないのかなというふうに思います多分今回もねあの後ろからじっくり乗る競馬というかまあそれしか多分できないと思いますので、うん、やっぱり10万人ーとね極端な競馬しかできない馬というのはなかなかあの力を発揮できにくい上位争いしにくいと思いますので、まあ、相当展開が恵まれないと厳しいのかなというふうに思いますはい続きましてマイラアプソディと マイ、ねまあ、ラプソディ、まあ、3戦目まれば3連勝で決めて前走が案外だったと,ということなんですけども、まあ、前走のね共同通信杯はちょっとね、まあ、私の中では特殊だったのかなと、まあ、やや重も発表だったんですけどもねとにかく前に行かないと、まあ、レースにならなかったレースの勝ち負けに参加することはできなかったというレースでですね まそこまでね、離れた後ろからでもなかったんですけども、もうとにかく前に行ってないと無理だったんですよね、このレースはね、勝ったダーリントンホール2着のビターエンダーというのが、もう前々で競馬して、うんまあ、やや重だったんですけども、も上がりもかなり早い上がりでまとめられてしまって、実質ね、マイラプーストリうか、指すには両馬は換算でおそらく私、レース開校の時に行ったと思うんですけども、まあ、32秒台のね、足。 馬場、両馬場換算で言うと32秒台ぐらいの足を使わないと実質的にさせなかった展開だったのでね、まあ度外視でもいいんじゃないのかなというふうに、まあいいんじゃないかという話をしたんですけども、まああんまり共同通信杯のね、敗因は深くね、考えなくていいと思うんですけども、まあそれでも確かにね、案外だったなというのが、まあ正直な印象ということですよね。まあ確かにこの馬もね、多頭数でまだやってませんのでね、 まあ、京都2歳のミヤマザクラの非常に早め早めの競馬を指したのもね展開的にも私はまあ恵まれたと思いますので、まあ、確かにそこまで強くないの可能性はねあるんですけどもね、うん、ただこの馬はねあの、まあ、ペースで負けたということで GI になればあそこまでのスローベースはない,ないんでね おそらく京都2歳の内容からも、コーナー4回の競馬も特に問題ないと思いますので、ある程度 G1 でペースが流れてくれれば、まあ、競馬はしやすいかなということでね、末足はそれなりに確実に使えますので、まあね、前走がたまたまだったということになれば、ですね、まあ、十分このまま上位争いしても不思議ではないと、まあ、前走でね人気が下がったので、逆に考えれば狙い目なのかなという考え方もできますね。 はい続きましてダーリントンホールと、はいまあ、ダーリントンホールが基礎の共同通信杯勝ったんですけども、まあ、前走はね非常にまあ恵まれてうまくルメール騎手が乗ったかなと、まあ、中山 2000m は前々走で1回経験していますのでね特にまあ問題はないんですけども、まあ、そこで3着に負けてますのでねうーん、まあ、中山 2000m よりも1008の方がやっぱ競馬しやすいのかなという可能性も十分あるということでね なかなか中山 2000m でさらにパフォーマンスを上げるのかどうかというのはちょっとまあ未知な部分があるんですけども、まあ、普段のね共同通信杯ならばねもっと、あのー、期待できるんですけども今年の共同通信杯組はそこまで期待できないかなと、まあ、レースレベルがやっぱりそこまで高くないんでね 近年共同通信杯組は非常に相性がいいんですけども今年に関しては私はそこまで評価はできないかなとやっぱレースレベル時代がそんなに高くありませんのでね、うん、あとはダーリンドーホールが 2000m でパフォーマンスをさらに上げるという裏付けはないと今のところのレースぶりをね見てもねはいですのでまあちょっと厳しいんじゃないのかなというふうに思いますはい で続きまして、コルテジアということではいコルテジアもね、まあ、よく頑張ってると思います。このま,ま全く人気のないレースがずっと続いてるんですけどもその割には成績もそれなりにまとめてきてるんですけどもね、まあ、前走、木更木賞はもう本当にレースペースに恵まれて松山直近のファインプレーということでね先行して勝ったんですけどもまあこれはね 2000m はおそらく私は長いかなと。 いいう,うに思いますベストはやはり1 8 0 0メートルの距離1006から1008だと思いますので中山2 0 0 0メートルでさらにパフォーマンスを上げるということはちょっと厳しいかなと前走はもう本当に恵まれたレースでしたのでねこれは厳しいと思いますはい続きましてラインベックということで、まあ、ラインベックもねまあ早い時期から 中距離から使って、ね、連勝してトー、まあ、スポハイも3着とホープフルステークス4着と、まあ、検討してるんですけどもやっぱりホープフルステークスの4着でも、ね、ある程度あの結果が見えてるかなと中山 2000m の,、ね、の走りもそうですし前走の若駒ステークスもそうなんですけどもちょっと 2000m も、ね、敵距離という風に考えるのはちょっと厳しいかなと。 うん、もうホープルステクスの4着だけで十分ちょっと足らない。今回のメンバー構成に入ると足らないなということは分かってしまいましたのでね。はい、こちらも厳しいと思います。はい、そしてガロアクリークですね。ガロアクリークはね、まあ4戦してみて思ったのは、もちろん前走重賞勝,勝ってね。 あのー、全く弱い馬ではないのかもしれませんけどやっぱスローペースじゃないとこの馬は力を発揮できないタイプなのかなということですよね。デビュー戦もめちゃくちゃスローで前走のスプリングステークスも G2 にしたらもうめちゃくちゃスローペースでしたので、まあ、それでね、あのー、自分の追走にねやっぱり急がせられないことが良くてですね最後瞬発力の速い足を使えたんですけども レースペースが流れてしまうと、この馬はね、やっぱ力を発揮できないと思いますね。ですので、うん、スローペースにならないと厳しいということで、私はですね、うんまあ、普通に考えると、サツキショーだと、そこまでスローペースになることは、ちょっと今回のメンバー構成見たときに考えられないので、まあ、厳しいかなと。まあ、スプリングセックス勝ってるんですけどもね、ちょっと厳しいと思います。はい、次はレク,レレク,サ、えー、とレクセランスですね。 ディープインパクト3区ということで、まあこの馬もね、3戦参勝なんですけど、まあ非常にね、頭数の少ない中での参戦参勝ということでね、まあ連勝をまあうまく作り出して、まあね、あの他の有力馬と当たらないように当たらないようにうまくまあ番組を選んできたかなという印象ですよね。まあもちろんね、弱い馬ではないんですけども、この馬はですね、もう少し距離があった方がいいんじゃないのかなと、中山の皐月賞よりもね、 むしろダービーとかの方が面白い一頭なんじゃないのかなというふうな感じがした人います、うん。そこまでやっぱりね、パフォーマンスも高くないですので、単純に皐月賞の G1 レベルのスピードになってしまうと、やはり足らないかなと。うん、1枚、2枚足らないという印象ですね。はい。 ということでね、ここまでレキセランスまで、まあ、お話ししてきましたけども、それ以下のね、ビターエンダー、ブラックホール、キメラベリテ、サトノフージン、ウィンカーネリア、テンピン、ディープボーンド、アメリカンシードと、馬たちが出ていますけど、この辺はね、おそらく私は厳しいと思いますね。やっぱ全体的なレースパフォーマンス、そして中山2000メートルで考えたときに、この馬がパフォーマンスを上げるというのも考えられないと。まあ、キメラベリテ、おそらく逃げると思うんですけども、まあ、前走もね、結構離して逃げてね、 あのいい結果が出てますので、おそらくキメラベリティが今回も気分よくいってね、ある程度ペースは流してくれるんじゃないのかなと、ペースメーカー的にね。ですので、スローペースは私は考えにくいということで、基本的にはね、まあ、ある程度力通りにあの決着できる、決着する皐月賞になっていくんじゃないのかなと、両馬場ならばね、と思います。はい、ということでね、今回の皐月賞のメンバー考察はこんな感じになります。最終見解はね、土曜日。 の夜から日曜日の朝方にかけてねあの動画の方作ってアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますということで今回の動画はね今週日曜日に行われます中山第11レース G1 さつ賞のメンバー考察ということで動画の方を作ってきました以上になります